お、ちょっと待ちましょうかね。ね、そろそろ多分みんな集まってくるんじゃないかな。あ、見てくれてますね。よかったらどんどん、メッセージ、コメント入れてもらえるとすごい励みになります。ご視聴ください。まだあれかな。そうですね。もうちょっと増えてからにしますか、うん、そうですね。うん、ちょっと、あれですかね。カメヘスの意気込み。まあ、初めてですからね。そうですね。初めてのトップバッターって、この、やばくないですか？私たちも結構緊張感がやばいのと、はい、あとこのマウスピース、マウスピース、マウスシールド、マウスシールドって、はいはい、こういう芸能人の人とか YouTuber の方とかもつけてると思うんですけど、うん、意外と喋りにくいですね、これ。うん。顎のところが、はい。うん。喋りにくい。ので、ちょっと聞き取りにくかったりしたら、本当申し訳ないなと思いますけど、はい。はい、頑張ってやっていきますので。お願いします。そろそろ人数も入ってきた。あ、なんか、こんにちは。すごい。こんにちは。初見です。すごい。いや、いっぱい入ってます。なんか、通知、ちょっと、通知送らないのって入ってるんですけど、通知を送る方法とかあるんですか？ん？すごい。なんか、やり方知ってる人とかあったら教えてもらいたいです。はい、僕ら本当初心者なんで。初見です。明日、ありがとうございます。お願いします。嬉しいです。じゃあ、そろそろ始めますか。はい。はい。じゃあ、自己紹介から。はい。はい。皆さん、こんばんは。美容室、コアダラメールの大門です。こんばんは。同じく、コアダラメールの関です。はい。私たちは、美容の可能性を伝え、美容業界の発展と地域の繁栄、活性化を目指すイベントとして、毎年、神フェスを開催しております。はい。はい。今年で6年目になるんですけども。そうなんですね。そう、6回。はい、たびたびね、はい、いろんな開催してるんですけど、うん、いろんな会場を使って、はい、やらせていただいて、だいたい、どこでやってんだっけ？いつもだったら、オリオンスクエアとか、うん、まあそういう、施設をお借りさせていただいて、うん、ヘアショーイベントを行っているんですけど、はい、まあ、今年はコロナ禍ということで、うん、密を避けるために、ちょっとこうして、初の試みなんですけど、オンラインで配信させていただいております。はい。結構ね、初めての、はい、ちょっとずつこうやって宣伝入れるっていう。いや、こっちはいいですよ、こっちは。はい、これもなんかちょっと気まずいんでやめましょう、これは。初めての試みなんで、はい、ちょっとね、不安とか緊張感もありますけど。探り探りなところも出てきちゃうかなと思うんですけど。でなんかこうやって、うん、オンラインを使って、はい、配信をしていくとかっていうのは、はい、もしね、これから先できることがあれば、はい、いろんな可能性になっていくかなと思いますので、はい、ちょっとそういうのを探していくのもいいんじゃないかと。はい、もう可能性をね、はい。はい。可能性をね。はい。探していくのもいいんじゃないかと。この後ものすごく喋りにくいんですけど、すごい。今、これ、なんか台本みたいになっちゃったんですけど、可能性といえば、はい、今年の神フェスのテーマが、うん、なんと、お、なんと何だと思います？もう何回か言ってるからね。可能性です。そうなんですよね。可能性。はい、可能性です。そうなんですよ。可能性といえばね、やっぱりこう、はい、私たち美容師のね、うん、美容の可能性をちょっとお伝えしたりとか、はい、あとやっぱり人々が持ってる可能性とか、はい、そういったものを信じてね、はい、頑張っていくと、うん、今ちょっと少し暗い世の中になってきちゃってるのかもしれないですけどね、はい、ちょっとずつ世の中が明るくなっていけばいいかななんて思っておりますね。ちょっといいこと言った？いや、なんか、すごい言わされてるか満載でしたけど。いやいやいや、言いたかった。ここでいいですか？はい。うちのお店の紹介挟んでもいいですか？あ。すいません、なんか、そういうのも、ね、なんか内容よりも先になっちゃうんですけど、うん、私たちと、コアドラメールというお店なんですけど、はい。場所が、栃木県宇都宮市の、瑞穂の地区というところに、あるお店なんですけど、はい。はい。あ、ここ今使ってないよね。ここ、はい、これ、これです、はい。このマークを見たら来てくださいね。はい。
地域のお客様とか、まあ、たくさんのお客様に支えられて、先日、なんと、11周年を迎えました。おお。イェイイェイ。まあ、ここで言うことではないんですけどね。そうです。いや、そうです。一応ね、はい、実は、はい、私たちの他にもね、はい、サロン様が、はい、参加していただいてるので、はい、ちょっとこの後、はい、参加される方とかもいるので、はい、まあ、先陣切ってね、私たちも先に、宣伝しとこうかなと。そうです。もう、はい、もう、やったもん勝ちですから、これは。そうですよね。はい。これよりも先にちょっと宣伝させてもらいます。先だから、ね。はい。はい、私たちのサロンは、結構お子様からご年配の方々とか、はい、あとはもう男性女性問わず、はい、たくさんのお客様が来ていただきますので。はい。いろんな方が、はい、来ていただいております。そうです。で、うちのスタッフの特徴は何と言ってもね、もう今見てわかると思うんですよ。お話好きなんでね。綺麗にしますよ。綺麗にします。綺麗にしますよ。はい、アットホームな美容室っていうのがもう売りでもありますので、はい。はい、ぜひぜひ、興味がある方は、はい。一度ね、足を運びいただいて、はい。お待ちしております。うん。生でこういうお話したいなと思います。いやですよ、なんか生の方がつまんないと思われます。じゃあ、ここで早速です。すいません。長くなりましたけど、はい、この、神フェス、うん、今年の日程をお伝えしたいと思います。はい。まず、はい、本日なんですけど、この後のお時間より、第1部のヘアアレンジレクチャーがあります。はい。はい、私たちコアドラメールが、ちょっと講師としてやらせていただきますので、うん、ぜひご覧ください。はい。で、その後なんですけど、なんかこうやった後すごい気まずくて、ロゴ用意してなかったです。すいません。あ、本当本当はい、その後なんですけど、美容室のセレクトさん、トータルビューティーサロンのセレクトプラスって、ちょっと本当間違ってたら怒られますか？ちょっとやめてください、ね。こんなやるといいね。じゃあ、でもこれ、間違ったからめちゃくちゃ怒られますかね、これだって。ちょっと俺、これなんかすいません。はい、やらせていただきました。はい。はい、セレクトプラス店、ビスタ店の、と方々によるアイブローレクチャーがありますので、はい。ぜひ引き続き続けてご覧ください。はい。はい。で、今日これから私と、はい、私たちと、はい、あと、セレクトさん。はい。やらせていただくんですけれども、はい、実は、今月、今日だけじゃなくて、はい、来週の土曜日14日と、あと21日と、はい、あと最終週の28日、全部土曜日なんですけど、はい、土曜日の7時半から、はい、生ライブ配信をね。はい。もう、11月土曜の夜は、神フェスがジャックします。お、はい。じゃあ、これなんか、恥ずかしいんで今の切ってもらっていいですか？いや、これ生ライブだから切れねえ。そうですね。すいません。はい。できない。はい。これちょっとできない。はい。すいません。そう。はい。なんで、じゃあ、わかりました。はい。土曜の夜は、はい。神フェスで。じゃあ、恥ずかしいんでやめましょう。まあ、はい、すいません。詳しくは、はい、日程等々が、はい、インスタグラムの、はい、神フェスオフィシャル、はい、と、あと、うん、今のこの YouTube のスタジオ、あ、じゃあ YouTube のチャンネル？チャンネル、はい、チャンネル、はい、YouTube の、ね、チャンネルの、はい、神フェスチャンネルか。はい。はい、こちらで、日程等々をお伝えしてありますね。なので、はい、よかったら。そんな小声になったらみんな不安になります。よかったら。はい。そう。大丈夫です、大丈夫です。ちゃんと乗ってますんで。はい。なんか、この辺かな？絶対出るわけないじゃないですか。それこそ生だから出ないんですよ。はい。その編集入れられないですか？早速行きましょう、はい。なんでね。はい。それではこの後、はい。私たちの、コアドラメールより、はい。ヘアアレンジレクチャーを開始したいと思います。はい。それでは、せーの。ぜひご覧ください。ちょっと移動します。すいません。
ということで、場所がちょっと変わりましたね。これから、モデルさんを使って、ヘアアレンジのレクチャー、これを開始していきたいと思います。まず最初のスタイルなんですけれども、ご自分で、おしゃれに、可愛く、簡単にできるようなアレンジを、解説をしながら、進めていきたいと思います。で実は先ほど言っていたチャンネルのところに、事前に、ヘアアレンジレクチャーを載せてあるので、この動画でわからないところとかは、もう一回ちょっと見直して、やっていただければいいかなと思いますので、で、今日は詳しく説明をしながらやっていきたいと思います。じゃあ、それでは始めていきます。まずですね、トップの部分。はい、ここをですね、ちょっとざっくり分け取っていくんですけれども、だいたいこの、そうですね、カッパのお皿の部分ぐらいの大きさですかね。うん。こんぐらい違います。はい、こんぐらいの、まあ、位置、取っていただいて、ここをですね、ちょっと並々に巻いていくんですね。並々。今使ってるのは、ストレートアイロンですね。はい。で、ストレートアイロンが使えない人は、まあ、コテでもいいんですけど、一応こう、ストレートアイロンってこういう形してるんで、こう、引っ張りながら、巻いてあげると、並々の、はい、形になっていくんですね。はい。なので、今日はちょっとこんな感じで、ストレートアイロンでやってます。あ、ちょっとコメント来てますね。見ても、ありがとうございます。見ていただいてる。嬉しいですね。はい、やってる最中もこう、コメントを全然入れていただいて、質問いただければ、お答えしながらやっていこうかなと思っていますので、よろしくお願いします。はい。今ちょっとこれトップ巻いてますね。で、こう、ふんわりやっぱり見せるには、少しトップは巻いた方がいいです。そのままこう、ペタッとしちゃうと、ボリュームが出なくて、ちょっとバランスが悪くなってしまうので、はい。ちょっとこう、なみなみっとやってあげるといいんじゃないか。はい。そうですね。今ある程度トップが、はい、巻けたような状態ですかね。はい。で、この後、だんだんにちょっと使っていくんですけど、まず、このスタイリング剤ですね。はい。うちでは大活躍のこの N.Balm ですね。はい。これ少しこういう固形の、はい、バターみたいな感じのものなんで、これを取って手のひらで温めて、つけていくような感じですね。はい、じゃあまずつけていきます。手のひらでよーくこう温めて、伸ばしてあげるといいですね。で、それを、髪の毛につけていきますけれども、髪全体にちょっと伸ばすような感じですかね。はい。N ドットいいですよね。そう、いいんですよ。N ドット。そう。使ってる方多分たくさんいるんでしょうね。大人気ですからね、本当に。うん。もし欲しければ、うちでも売ってますんで、買いに来てください。ちょっとだけ宣伝入れます。そして続きいきます。こめかみのあたりからざっくりこう取っていきますね。はい、こめかみの位置ですね。ここ見えるかな？はい。こめかみの位置から後ろにこうざっくり取ってきて、はい。で、ここ重要です。ここ重要。今こう押さえてる手のちょうど直上ですね。上の部分を今こうちょっと細かくこう引き出していくんですね。はい。これ引き出していくと、まあ、何が起きるかっていうと、こうパックリ割れないような状態。はい。こうですね。はい。見えますかね。ここ。はい。そう。パックリこれ割れないように作ってます。で、ふんわりこんもり。さっきなみなみしたような状態のものがこうやって生きてくるような感じですね。はい。で、今ちょっと、縛ったんですけど、ゴム縛ったところ。はい。今、縛った直後も、少しこう引き出すっていうテクが入りました。テクが。そうです。はい。そして、その後、今度、耳の上から、
耳の上からですね、こう髪の毛取っていただいて、はい。こう二つ、左右からこう髪の毛持ってきますね。で、真ん中に持ってって、さっきのゴム、縛ったところの上の部分に髪を持ってきたら、もう一回、ゴムで縛ります。なので、さっきのゴムが隠れるようになってますね。はい。で、ちょっとグッとこう、はい。こうグッとこう今、グッと縛りますね、グッと。縛って、この時もまた、はい、すかさず、ほぐす。このバランスを見ながらほぐすっていうのがすごく重要になってきます。なので、鏡は必須ですね。鏡見ながら、ボリュームがこうしっかり、はい、バランスで出るようにやっていく。はい、で、今、はい、ここ。持ってきたところ止めて、さらに止めた状態で、さっき持ってきた毛あるじゃないですか、こめかみのところから。この毛を引き出してますね。はい。そこ引き出す。そう。引き出す。これ引き出してあげると、ここもやっぱり下の方ゴムを隠したりする効果もありますし、あとやっぱりふんわり、バランスを取りやすくなってきますかね。うん。あ、いいですね。いいバランスですね。はい。そして次、3段目いきます。残った、下の毛。残った部分ですね。こう一番下の毛ですね。見えるかな？はい。一番下の。はい。この左右の毛を、はい。上に持ってきて、上に持ってきて、さらにここで縛ります。はい。今これでゴム3本目ですね。使ってるの。はい。で、ここで縛ってあげて、やっぱり重要なのは、この縛った状態をぐっとこう、はい、引き出したり。でですね、ちょっとね、補足というかあれなんですけど、今こうやってるのって全部縛ってやっていくスタイルじゃないですか。実は、巷ではくるりんぱって流行ってますね、くるりんぱ。なんでこれくるりんぱ今回やらないスタイルにあえてしてるかっていうと、みんな思うと思うんですよ。なんか、なんでくるりんぱしないの？なんで？簡単なのに。おしゃれなのに。でも実はくるりんぱって結構難しくてですね、やり方間違えると、このトップの部分が分かれちゃったりとか、意外とコツがいる形なんですよね。なので、今回はあえて縛るだけでできるような、簡単アレンジ。はい。そういうセルフアレンジをちょっとお勧めしてるっていうような感じです。だから誰でも多分縛ることができればできるんじゃないかなと思いますよね。うん。あえてくるりんぱしないスタイルということで今紹介させていただきます。で、今こう、ちょっとね、遅れ毛なんかも出すっていう作業がありましたけど、少しこう、こなれ感出していくには、そういうちょこっとした、気遣いが必要かもしれませんね。こうちょろっとこう、細かく出してあげる、うん。バランス見ながらですよね。で、はい、一番最後。今全部縛り終わって、一番最後下のところを今、三つ編みしてますね。はい。ざっくりざっくりこう三つ編みしてます。大きめに。はい。三つ編みされてますね。あ、ゴムはどんなやつを使えばいいですかっていうコメントがありましたね。よく100均とかで売ってる、シリコン製のゴムでいいと思いますよ。黒いなんかこういうゴム、いっぱい入ってるやつ。うん、あれで十分です。で、あれだと、結構伸縮、しっかりしますし、止めた状態でも、しっかりホールドされるんで、はい。で、今こう一生懸命、編み込んだやつ、途中から前に持ってきましたけど、これ、下で、後ろでこう手回んなくなったら、前に持ってって、三つ編みしてあげるのも手ですね。はい。そうですね。あと届く。で、その後これ今、またほぐしてます。ほぐし。今回のスタイルめっちゃほぐし重要ですね。ピチッとしたスタイルじゃなくて、少しこう、柔らかい雰囲気を出すような、はい、スタイルになってるので、今このほぐしが重要ですね。一生懸命これ今ほぐしてます。はい。よいしょ、よいしょ。そう。ほぐしてます。で、これ難しいんですよ。ほぐしも実は結構難しくて、ほぐすときに、なんかこう、全部ピロンってこう、ほぐれちゃうとかっていうことがあったりするんですけど、しっかりゴムで縛ったところをギュッとこう持っていただいて、で、ちょっとずつこう、ちょっとずつ気を使いながら、
こうほぐしてあげると、こう見てあげるといいと思うんです。こうですね。はい。ちょっとずつちょっとずつ。で今これ全体のバランス整えてますね。やっぱりこうほぐすときは必ずその元になるところは押さえてますね。はい。ここをしっかり押さえた状態でほぐしていく。はい。ほぐしていく。で、さっきちょっとこう遅れ毛出してたところも最後こんな感じで、アイロンなんかで、しっかり巻いてあげて、はい。そのままにしとくとね、ダランとしちゃうんで、ちょっとこう巻いてあげると、あ、そこもこう気使われてるんだなって、おしゃれなスタイルに変わっていきますね。はい。あ、いいですね。なんかこんな感じでね、お外にお出かけしたいですけど、なかなか今、お外にお出かけする機会も少ないので、はい、今のうちに、こう、家にいる状態の時に練習しておいていただいて、お出かけするといいんじゃないかと。で、今、こちら、手に取ってもらったの。N ドットの、はい、また出た。ですね。はい。ポリッシュオイル。このオイルは、ボディオイルにも使える、全身用のオイルとしても、売られていますね。はい。ですので、これから乾燥とかする季節ですから、お風呂上がりとかに、体に塗ってあげてもいいですし、こうやってセットするときにちょっとずつ手のひらに伸ばしたものをつけてあげて、最後、ちょっと手になじませてあげたりしてもいいと思いますね。で今、遅れ毛とかにも、あと毛先とかにもこうやってオイルをなじませてますけど、オイルやっぱり乾燥から髪を守ってくれたりとかもしますので、はい。そういった意味では、けれども、ちょっと待って。なんか今、接続が不安定です。再接続しますのでって言ってたな。あ、大丈夫ですね。あ、大丈夫かな。はい。じゃあもう一回いきますね。こういった感じで、もう仕上がってる状態で可愛らしいんですけど、さらにですね、今こういうような、飾りのピンとかも、な、こういうピンとかは、はい。可愛らしいの売ってますので、こういったものをちょっと最後に飾りでつけてあげると可愛いと思います。ちょっとつけていきますね。こんな感じでね。うん。ちょっとバランス見ながら。な。こんな感じで。はい、つけてあげると。うん、さらにこう、きらびやかな感じになっていいんじゃないかなと思います。うん。よし。ちょっとじゃあ全体お見せしますね。いきますね。横から見ると、こんな感じかな？見えるかな？はい。ね。この並々感が出て、こう、編み込みも入って、はい、後ろ。そして横ですね。うん。こんな感じかな？そこ、遅れ毛とかも可愛いですね。うん。で、くるりんぱしてないので、分かれ目もあんまり出ないですからね。うん、おすすめになってます。はい、ありがとうございました。じゃあすいません、この後、もう一つスタイル紹介してやっていきたいと思いますので、ちょっと準備入りますね。はい。はい。まあ、今、セルフアレンジの説明だったんですけど、まあ、ああやってやってみると、まあ、結構簡単に慣れてくれば、こなれ感が出せると思います。